また遅れました。よし、こんな感じでじゃじゃーん。ハローゲストは昭和の歌謡曲をフランス語でカバーするアデイトが登場します。今日のゲストはですね、はい、アデイトさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いつもナチュな感じでアデイトです。ナチュな感じ？そう、だって一番なんか幸せな季節だから。夏が。そう。これが夏だから。春って感じがします。いや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 、本当にピンクは夏かな、春かな。桜です。違う。いきなりすごい空気になってますけど大丈夫でしょうか？はい、アデイトさんなんですけども、今回アルバム、日本語のカバーを日本の曲を、フランス語のカバーで、カバーされたアルバムを出したで、初めて日本に来られたきっかけなんかを聞こうと思います。子供の時からその日本の、武士道とか、侍魂とかいろんなことに興味があって、アーツとか生け花とか日本人はなんか全部アートにする感じしてて、日本に来る夢だった、それで、いつも来たんですか？何年ぐらい前？8年ぐらい。なんか冗談も夏ですとか言って。8年前に日本に来てどんな活動されてるんですか？その間向こうでもモデルとか役者やってたのも、そういう8歳の頃から役者やって、で日本でもずっとまあ役者とかモデルやって、でいろんな音楽の活動をやって、ロックバンドもやったり、そういうなんか。ランカンシェルみたいなバンドすごく作りたくて、そう結構スマステーションに出てたりとか、あとインドもにも出てたりとか、そうあれはそう一応はレギュラーやってた。どっかで見たことある人結構いると思うんですよ。いろんな活動されてるんですよ。そんな中で今回このいわゆるさっきも言いましたけれども、日本語の昭和の歌謡をフランス語でカバーしたアルバムを出した。アルバム聴いたんだけど、なんかすごく聴きやすかった。違和感がない。なるほどね。そう、それは僕の朝の6時までのいつもの努力で、僕って言いましたけど。僕。昔はね、拙者言ってたんだけど、だけどみんな活気なくて日本人が。ちょっと待って、拙者って言ってたんですか？そう、あれはかっこいいだからなんかそういう。侍チックな。すごいですね。不思議ですね。なんかスポーツジムで自分が生み出した運動があるって。そう。みんなパクってるんだから。パクってる？何パクりたい。本当にすごいです。涙目で何？なんかだって1時間だけですっごい全部筋肉が綺麗になっちゃう。どんなやります。はい。お、来た。これ地面がねフィックスだから、これをやるは動いてる、地面が動いてるんで、なんか口の、そしてこれやりながらそういう人とか。面白いね。腰痛くなる。だからこのお腹の筋肉を使わなくちゃいけないよ。これはなんで生み出したんですか？みんなはそれのただこんな感じしかやらない。しかも俺を捕まって、でもここいるんだからもっと使いたいなと思って、それでやっぱりこっちも例えばボクシングみたいな感じとか、これを名付けるとしたらなんて名付けるんですか？ザ・アデイトメソッドじゃない。ザ・アデイトメソッド。今作ったんだけど。はい。で体をこれで。じゃあですね。はい。とりあえずじゃあその PV をね、まずは見てみましょう。はい。はい。じゃあアデイトさん曲紹介お願いします。天使の誘惑です。自分で編集したんだって。そうなんですか？カメラ、監督、編集、衣装、デザインまで。カメラも。そう編集だし。はい。こんな流れるやつ。すごい大変だった。なんか昭和の人か。昭和ですね。黛淳でしたっけこの曲ね。昔の大ヒットの。あとさ、山口百恵。なんでしたっけ。いろいろもうその辺の昭和だから。タイガーとかもそうだけど、なんか昔の曲なのになんか新しい感じがします。あ、本当？あ、そう。フランス語だからかな。はい、フランス語だからだと思うんですけど、あれもすごいもうノリノリで。そんな感じですけど、あれさ、ちょっとしたCG も出てるさ、選手がこうやって、あれ CG でしょ？あれ自分で作ったの？そう。すごいね。すごい高級探索ですよね。なんか完璧なものを作りたくて、それでなんかさ、誰かに頼むとやっぱりやりたい通りがなれないかもしれないから、すごくなんかコンセプトとかも全部コンセプトがあって、その。例えば天使はまあピュアなイメージだからやっぱり男より女の子にしたかって、でなんかそういう全部ピュアなイメージだから、それで一人一人に気づいた。そうっていうかなんかそういう誘惑を何かで見せたかったんだけど、まあほっぺにキスくらいでいいなと思って。ああ、なるほどね。うん。いいじゃないですか。でも非常に大切な大好きな方で、デヴィ夫人出ただけで制作費がバジェットがボーンっていっちゃう。大丈夫だったんですかその辺は？大丈夫、すごく心優しくて、頑張ってほしい。はい、頑張って。ありがとう。はい、今日のゲストはアデートさんに来ていただきました。ありがとうございました。